英語は友達っつってんだろバカ野郎。どうもラムです。ラムズキュン。映画チンピラ焚き付けてどうする気なんだバカ野郎この野郎。ジャガモンの斉藤です。お願いします。コマネチどうも映画バカ芸人アントです。パイパイーせめて動きやってよはい、ということでシネマーションとは映画好き3人が集まって好き勝手映画について語っていくというチャンネルでございます。はい、すごい治安の悪い怖い冒頭でしたが、はい、本日の企画は北野武映画特集。おだからねアウトレイジが元ネタということですよね。はい。はい、全員、ポンコツ。ポンコツ。やめてくれ。はい。最近、新作として、首が公開されましたが、うん、そもそも北野武映画ってどのぐらいあるのか、はい、その中でも好きな作品、どれかを話していきたいと思います。そしてですね、視聴者さんからも、北野武映画の好きな作品を X で募集しましたので、うん、それも紹介していきたいと思います。はい。まずは作品を紹介したいと思うんですが。振り返るということですね。うん、はい。一個ずつ読んでいくよ。おい。その男、凶暴につき。出たー。3対 4X10 月。うん。あの夏、一番静かな海。うん。ソナチネ。うん。みんなやってるか。はい。キッズ、リターン。うん。花火。花火ね。菊次郎の夏。出た。名曲ですね、これね。ブラザー。ブラザー。ドールズ。ドールズ。座頭市。タケシーズ。監督万歳。アキレスと亀。アウトレイジ。アウトレイジビヨンド。竜像と七人の子分たち。うん。アウトレイジ最終章。そして首。なるほど。めっちゃある。めっちゃあるね。知らないのもあるわ。あ、ほんと？ということで、うん、今回監督作品のみにしました。出演作は入れておりません。はい。どのぐらい見てます？私。ラムちゃんはまず。私はね、ソナチネと、うん、花火、うん、座頭市、うん、アウトレイジかな。はい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 。幼稚園。幼稚園で見たの。幼稚園でいきなりソナチネから行ったの。そうそう。幼稚園向けの映画ではないですからね。いやなんか親がそういうちょっとアウトレイジ的なヤクザものみたいなのになんか一時期ハマってる時があって、うん、あはいはい。めっちゃ怖い記憶があったね。いやそうですよ。いやそうね。暴力系の映画はね。うん、で首も見てるもんねラムちゃんね。首も見ました。ね、新作はね。この間見ましたよ。僕はですね、うん、その男凶暴につき。見たいんだよラム。あと3対 4X、10月キッズリターン、はいはい、花火、菊次郎の夏、座頭市、監督万歳、はい、でアウトレイジ、アウトレイジビヨンド、竜像と七人の子分たち、アウトレイジ最終章で首がちょっとまだ見れてない、見てないと。あでも最新のは割と座頭市らへんからほぼほぼそうね。 やっぱりその学生時代大学ぐらいになってちょっと見てて感じ、うんうん、で今回こういったたけしさん特集やるってことで、うん、見れる分だけ見たって感じなるほどでございますね。見たのがその男凶暴につき3対 4X10 月、あの夏一番静かな海、うん、ソナチネ、みんなやってるか、キッズリターン、花火、うん、菊次郎の夏、うん、ブラザー、めっちゃ見て、ね、見た。でドールズはね俺多分見てないと思う過去も、うん、でザ・トウイチ見たでしょ、うん、でアキレスとカメ、アウトレイジ、アウトレイジビヨンド、リュウゾウをアウトレイジ最終章、クービーは見たかな。もうほぼほぼ全部そう見てないのがだからドールズ、タケシズ、監督万歳が記憶にございませんって感じですね、うんうん、はい。これか記憶にございません今三谷幸喜の作品入ってますよアウトレイジのイメージが私は強いのは北野武監督ってなるとそっかラムちゃん世代ぐらいになるとね、まあ、アウトレイジが武さんがもうその難解なことじゃなくて、うん、もう分かりやすいエンタメやろうって割り切った作品になって、うん、あそうなんだそう私監督としてというか、うん、役者さんとして見ちゃってる部分もあるから、うんはい、あなるほどたけしさんって自然じゃんめっちゃあーそうだね役に入り込んで叫んだりとかそういう感じじゃないもんねだから、うん、本当に怒ってるみたいですごい怖かったイメージがすごいあるんだよあはいはいなるほどなるほど、うん、だからこそ今回見た首は、うん、ナチュラルすぎて、うん、クスッと笑えるというか今回ちょっとそのビートたけし感が出てるねそうそうそうあ北野たけしっていうよりビートたけしって感じ、はいはいうん、じゃみんなからの見るじゃあ見ましょうか、うん、一番好きな北野たけし監督作品は花火です
オールタイムベストにも確実に入ってきます、うん、バイオレンスと日常の緩急が見事でこれぞ究極の美だと思っています。お有名なラストのセリフも個人的に人生はあの言葉で成り立っていると思うしそういう人生を送ろうと意識するきっかけにもなった作品です、うんうんうん、はい、花火はね一言も喋んないんだよね。そうで最後に二言だけね、喋、うんうん、るの発するという久石譲のね、音楽も相まって素晴らしいですし、花火一択ですって人多いですよ。あ、やっぱそうなんだ。いや花火は名作。ソナチネです。初めて見た時ゾッとするような暴力とクスッと笑ってしまうギャグが交互に続く構成とあえて銃撃シーンを見せない演出にとても脅かされました、うん、先行上映で首を見させていただきましたがその要素が今回も健在で非常に面白かったというふうに言ってる方もいますね。そのうちねは新宿伊勢丹の横の松竹劇場で前でこの映画に出て俳優ですたけしさんの映画です。あ、見てください。チラシ配ってる俳優さんを高校生の時見かけました。あの人は誰だったのかなちょっとわかりませんけれども、チラシを配ってる方がいたと。座頭市おい、盾がかっこよくて何度も見返しました、うん、タップダンスもノリノリでキャッチーでしたねと、うんうんうん、タップダンスのイメージ強いねでしょ。あの音楽がね、うん、そう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 、うん、しかもザトウイチっていうねそのほら勝新太郎さんが出てた作品がね、はい、大人気シリーズがあんだけどたけしさんがじゃあザトウイチ作るってどう作るんだろうと思ったらね、うん、こういったタップダンス入れたりとか、うん、やっぱりこのたけしイズムというか、うん、ちゃんとオリジナルでね作ってる感じ、うん、そこがなんかまた一つの魅力かなっていうね、うん、アウトレイジです。はい、北野監督久々のヤクザ映画というものがあるんですが全キャスト北野組初参加というのも挑戦的でしたしバイオレンスな作品だけど振りと落ちが効いたブラックな笑いもあってでもその中に凄惨かつ強烈な暴力描写も挟まっている演出は天才的だと思いました。うん、すんごい悩むけど一作目のその男凶暴につきを選びます。作品の空気感と BGM とそして何よりも北野武さんが監督としても役者としても天才すぎる。40代の頃のたけしさんにあったとてつもないオーラと恐ろしさが画面から伝わってきて目が離せなくなる衝撃作でした。その男凶暴につきはどんな話なの？暴力警官。そうそう、あ、警官なんだ。そうだからオープニングからたけしさんがどっかねこう歩いてんの。家に急に入り始めて、あ、どうされましたって言ったら、あ、ちょっと、あ、今息子帰ってきただろうって言って息子の部屋にガーッて勝手上がっていくの、うん、だその息子にお前悪いことやってたろって言って、うん、あ、出頭しろって、何もやってないよって、やってただろバカ野郎ってボコボコするんだよ、で次の日このあのね自首しに来てみたいな、もうそっからオープニング始まって凶暴だね。そう凶暴だね。まさしく現行犯逮捕しろよって、しろよって話だけど、でもその間に挟むセリフのやり取りがまた妙に面白くて、うんうん、そのたけしさんがその暴力警官で部下みたいなの従えてんの、まあ、相棒みたいな、うん、でその相棒がたけしさんかって、え、なんで刑事になったんですかって言ったら、たけしさんが友達の紹介だよって言ったら友達の紹介でなれないんだよ警官とか。バイトみたいじゃん。そうそう、ボケでね、ボケで、うん、しかもこれ一作目監督作。そうです、一作目。すごいよね。あとキッズリターンも多いね。多いですね。ザトウイチ好き、大好きです。うん、盾のシーンはもちろんですが街で流れる音が BGM になっているのがおしゃれすぎ、はいはいはい、うん、ベイビードライバー見た時にザトウイチじゃんって思いましたちょっとかけ離れてはいるけど、うん、はい、ということで皆さんたくさんのリプライありがとうございます。私たち3人の好きな作品も発表していきたいと思います。はい、じゃあ私から、はい、まあ、私はもうほぼほぼ覚えてない作品をね喋るのもあれなんで、うん、首にします。おー、最新作首、まあ、みたいな。これは超改編版本能寺の編。ああ、こういう本能寺もあったんじゃないみたいなね。イフの世界線の本能寺の編の話で、うん、とにかく私は加瀬亮さんが好きなの。織田信長の役を加瀬亮さんがやってるんだけど、うん、もうひどいの、なんの下品で汚くて欲にまみれてて、あのかっこいい顔まあギャップはあるね。でもかっこいいっていうね、なんかなんつってか分かんないの、ずっと加瀬亮あの終わりなまりがね、うん、その田舎のなまりを誇張してるから ね、はい、ね、なんだろうね、じゃげじゃけしか聞こえねえみたいな、うん、なるほどね、何を言ってんのかも分かんないし、はいはい、登場人物全員が誰かしらに振り回されてるんですよ、常に、うん、
まずは織田信長にもう振り回されまくってるんだけど、その中でもまたこう派生してって、うん、騙し合いやらなんか、うん、はめ合いみたいなのをしていく、うん、汚い人間模様も、うん、面白おかしく滑稽に描かれてるから、うん、いわゆる戦国ものとして楽しむってよりかは、うん、コント、うん、本能寺の変って思って見た方がゲラゲラ笑って楽しめるなっていう、うんうん、でもそこにもやっぱバイオレンス描写が私は好きで、うん、まあ、首っていうだけあって内首の、ね、内首バツって、その首をやたらとみんな執着している姿っていうのもなんか見てて滑稽に思えてくる、あーなるほど、部分もあって笑えるしキモって思うシーンもあるし、いろんな要素が入った作品でした、うん、命軽いのが良かったんだ。そうだね、もうほんと首がピョって飛んじゃうから手軽に飛んでくからね、手軽にそうトカゲの尻尾かねと思うぐらい手軽だなぁ、ほんと笑える、うん、なんか超金かけたコント見てるっていう感じ、うん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 、見終わった後の簡単な感想としては、なんだこれって。いい意味でね、いい意味でしょ。すごいですね、カセリオンのすごい好きなシーンが。はいはい、エンケンさんの口の中に刃物をグーって。あ、刀をね。横で見た。わーって血出てるところをするシーンが。あら。すっごいキモくてよかった。ちょうどいいネタバレだね、それだから、ね。あ、ネタバレだ、これ。まあ、だからそういう要素を予告で出してない。あ、そっか。そうよ。で、俺今、結構衝撃だったよ。なっちゃん、やめろ。おい、打ち首にしてな、マジで。あと、ちょっと、私たちしか発信しないであろうことを言っておくと、うん、中村獅童さんとか、木村雄一さんが出てくるんだけど、うん、そっち側にこう出てくる、こう、二人組がいるんだけど、うん、それがアマレス兄弟さんというですね、細かすぎて伝わらないモノマネとかによく出てらっしゃる方で、これがもうその我々地下芸人からすると、うん、もうドリーム仕事というか、これは我々からするとビッグニュースというか、うわー、いやそれ見たいね、めっちゃ羨ましいし、これは多分映画レビューは誰も触れない可能性があるから、ここだけでもやっぱ芸人さんしか触れれないかもしれない。そうで、アマレス兄弟さんにその後ライブで会ったの聞いたの、おお、したらもう直接その会社の人が電話来て、出てくださいみたいな。オーディションとかじゃなくて、オーディションとかじゃなくて、で、結構そのたけしさんからもそのいわゆるディレクション、うん、あんまりその俳優さんに指示、うん、そこまでしないらしいんですけど、アマレスさんには、熱のあるその演出指導みたいなのをしてて、思いっきりやっていいからってたけしさんに言っていただいて、やってると、やば、すごっ、ことを言ってたんで、アマレス兄弟さん兄の方がね、出してよなんかってずっと言ってましたけど、予定が今んとこないんで、はい、とりあえずも聞いたことを伝えるという。ここでちょっと伝えておきたい。私の、好きなたけしさん映画、うん、めちゃくちゃあったけど、今日はこの一本にさせてくださいという意味で、うん、それはこちら。菊次郎の夏いいよね、ということで、本当にたけしさんしか撮れないんじゃないかという作家性の効いたロードムービーになってまして、ロードムービーなんです。そうです。これ映画の話で言うと、マサオくんっていう男の子がいて、お母さんは離れたところで暮らしてて、うんうんうん、もうずっと会ってないみたいな、うん、でおばあちゃんと二人暮らしで、そんな中まあ夏休みが始まって、でマサオくんもまあサッカークラブに行くけど、あ、もう夏休みやってないよとか、で、友達も旅行に家族で行っちゃってって、一人でポツンって行ったのよ。したら、ある日、お母さんに会いに行こうと思って、一人で少ないお小遣い握りしめて、家出るのよ。したら、ご近所の、ちょっとなんかヤンキーっぽいご夫婦がいて、あんたどこ行くのって、あ、お母さんに会いに行こうとして、みたいな。いや、子供で行くの危ないよって言って、うちの旦那連れて行かせるからって、それがたけしさんだよ。おー。で、たけしさんが、なんで俺が行かないといけないんだよ、みたいな感じで、そっから二人がお母さんを会いに行くっていう、ロードムービーなんだけど、この一緒についていく、いわば近所のおじちゃん、これがね、自分勝手な男で、お母さん探し行くときに、奥さんから5万ぐらいもらうのよ。すぐね、競輪場に行くのよ。競輪場。そう、競輪場に行って、そう、もらったお金をこう、使い始めるのよ。で、全然当たんないのよ。うわ、全然当たんねえじゃねえかって、男の子に、おい、なんか好きな数字言ってみろって言ったら、じゃあ3と4って言ったら、めちゃめちゃ当たって。大勝ちすんのよ。で、その日、もう合流して泊まって、だ次の日、またね、競輪場連れて行くの。はいはい。したら、そのマサオくんに、よし、じゃあね、
今日数字言おうか僕とか言って、かわいい 優しくなってそう優しくなってんだよ。で、え、じゃあ好きな数字いいなって言ったら、じゃあ3と5って言ったら5と3が来たんだよ。お前逆じゃねえかこの野郎って言って、ね、じゃあ次なんだ数字言ってみろ、73みたいな、おい87じゃねえかみたいな。で落ちてるバッキーあったんだよ。あ、おじちゃん、これ、あ、当たってるやつじゃねえかって言って、課金しに行ったら、おい、昨日のじゃねえか、バカ野郎みたいな。コントじゃん。子供とそのコントっていいね。掛け合いが、そう、もう見事で、うん、やっぱり邦画って、ぶっちゃけ、ギャグとかやってるやつ、滑ってるの多いと思うんですよ。あら、珍しいな、赤ちゃん、そんな。いや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 、ごめん。いや、全部が出ないよ。いや、そういうのやって。お金集めた。いや、そういう。例えば言えるかおいでも改めてやっぱプロが作った笑いっていうのは、うん、こんな笑えるんだ映画でもっていうところ、うんうんうん、まあ、もしかしたら映画としてはちょっと異質かもしれないけど、日常のやり取りでこんな爆笑させられるんだっていう、うん、凄みっていうのも感じたし、お母さんの家に行く旅もちょっと切ない、うん、展開も迎えてたりして、この正雄くんとこのおじちゃんが過ごしたこの夏ってめちゃめちゃバカらしいけど、すっごい優しさが包まれてて、すっごい忘れられない夏だなって。うん、この間ね、久石譲さんのデデデデデデサマーも流れて。なんだこれ、もうオンリーワンだよこんな夏映画っていう、名曲だよね、名曲本当ね。だからさっき言った競輪場の話もそうだけど、うん、あの久石譲さんみたいなすごい素敵な音楽が流れてる中、おバカなことやってる、うん、これたけしさんしかできないんじゃねえか、まあ、ある意味ミスマッチだもんね。ミスマッチだある意味、うん、なんか若干パーフェクトワールドっぽさも、あーそうかもね、話聞いてると、あとトラさんっぽいんだよね、ちょっと、ね、そうもうどうしようもないおじさんがっていう、ね、コランで、そうあのホテル行っても、おい子供と二人行ったら、あご予約はないよって言って、あじゃあ泊まれません、泊まらせるバカ野郎って言って無理だよ無理だよ、雑人が死なないたけし映画と人が死ぬたけし映画で分かれるじゃん。分かります。で、あんこちゃんが今人と死なないの方言ってくれてたから、僕人死ぬ方でじゃあ、いきますね、うん。まあ、おすすめって意味でも、まあやっぱアウトレイジー。ああ、まあね。まあやっぱちょっとベタどころですけど、うん、みんな見やすいかなとは思ってます。うん、はい、これ話は、山王会っていう、めちゃくちゃでかいヤクザの組織があるんだけど、いろんなこう、組がこう、いっぱいいて、うんうんうん、その組を、まあ、言っちゃえば、ちょっと喧嘩させて、クーデターじゃないけど、うん、そういう策略が裏でずっと動いてて、それに気づかず利用されていく、北野武史演じる大友、うん、そしてその大友組がどんどん巻き込まれて、ほとんど死ぬっていう、びっくりよね。もういろんな人が死ぬっていう、まあ一作目なんですけど、やっぱりもうその、怒鳴り合いっていうのがすごい新しくて、万歳みたいなね、ほぼそういうやりとり、になってるんですけど、僕が好きなのが国村純さんとたけしさんのやり取りで、国村純さんがすごいずるい役なんだよね、うん、でその大友たけしさんを利用、こうあいつやっちゃってよみたいなこと言って、うんうん、殺しちゃった後に国村純さんが、いやちょっとあれはねちょっとやりすぎだからみたいな、裏で違うこと言ってて、たけしさん切れちゃってカジノのね裏に国村純連れてって、うん、お前下何枚やんだバカよ、うん、1枚だよ、うん、1枚なわけねえだろお前、1枚に決まってんだろみたいな、口開けてみろよ、もっと開けろよみたいなそのやり取りがずっと続いてで、たけしさん舌出せよみたいな、で国村純も可愛くて、すぐ下げるんだけど、もっと出せよってペッて出した時に、たけしさんがパーンってあごばって、ね、国村がなっちゃうシーンがもう大好きで、いやあれいいよね、怖いんだけど笑えるんだよ、そう一流のこう俳優さんがしょうもない口喧嘩をして挙句の果てに殺しちゃうっていうのが、うん、やっぱアウトレイジの良さというか、うんうん、それ以外だとちょっと V シネって言われてね、はい、ちょっとこう予算が下がって、はい、もうおなじみの俳優さんでずっとやっていくっていうのが、うん、まあここ近年ずっとそうだったけど、うん、これも予算をかけてそういう V シネやりましょうだから、やっぱ気持ちくて、はい、椎名桔平さん出てて、加瀬亮さんいて、たけしさんもいるし、あと三浦友和さん、うん、豪華だよね、北村総一郎さん、ビヨンドになると西田敏行さんが出てきたりとか、うん、もうこの人がどういう暴言吐くのかなとかっていうところで、溜まってたフラストレーションがちょっとこう爆発するような感じの作品なので、起きてることはひどいんだけど、やっぱそれまでの掛け合いがちょっと漫才みたいで、うん、でやっぱ終わり方も、あ
やっぱこの人が結局裏で牛耳ってたんだ、うん、この人が黒幕だったんだみたいなオチも素晴らしいし、これ見た後にビヨンド見るとまたより気持ちいいというか、加瀬亮さんとか調子乗ってるじゃんビヨンドで、それがどうなるかっていうのもちょっと見ものなんで、ぜひちょっと2連続で見るとよりちょっと最高に気持ちいい映画ってことで、やっぱアウトレイジは外せないかなっていうことで、うんうん、いや代表のイメージある夏の世代だと、そうそうだよね、最近のやつだと若い、ね、では最後にあんこさん、はい、ズバリたけし映画の魅力とは何でしょうか。はい、めちゃめちゃ面白い。ありがとうございました。いや、これマジで面白い。この振りなんだね。待ってくれ。台本にあったから。やめてくれよ。もうちょっと事前に知らせろよ、バカ野郎。いや、事前に言ってたよ、だから。はぁ、じゃああんま台本見てま、ごめんなさい、バカ野郎。感じまったじゃねえかよ、バカ野郎。ごめんなさい、バカ野郎はあんまないよ。